1963から1964シーズンの NBA は NBA の18回目のシーズンである。シーズンは1963年10月16日に始まり、1964年4月24日に全日程が終了した。ドラフトではアートヘイマンがニューヨークニックスから全体1位指名を受けた。またネイトサーモンド、エディ・マイルズ、 ガス・ジョンソンらが指名を受けている。1969から70シーズン以前は、アベレージよりも通算で、スタッツリーダーが決められていた。1954年に結成された n b u は、各球団オーナーから、正式な交渉の窓口として認められていなかったため、この10年間を大きな成果を上げられぬまま過ごしていた。しかしこのシーズン、初めてテレビ中継される。 オールスターゲームを二代目会長のトム・ヘインソーンは絶好の機会と捉えた。オールスター選出選手らと結束し、オールスターゲームをボイコットする構えを見せることで強引に交渉の場を築いたのである。このボイコット騒動で肝を冷やした球団オーナーと、リーグはようやくんッパを正式な選手の団体交渉代表として認めた。また、 日東の8ドル加増と年金制度の充実化が約束された。6連覇を目指すボストンセルティックスの前に、かつては、イースタンデビジョン最大のライバルチームだった、フィラデルフィア・ウォリアーズが、サンフランシスコ・ウォリアーズと名前を変え、ウエスタンデビジョンの覇者として立ちはだかった。セルティックスは、ビル・シャーマン、ボブ・クージーが引退し、ビル・ラッセルとサム・ジョーンズ、トム・ヘイン・ソーン、ケイシー・ジョーンズが、 中心選手となり、さらにベテランのクライド・ラブレットやウィリー・ナオルスを獲得した新たな体制でウォリアーズを迎え撃った。ウォリアーズは、ウェイン・ハイタワーやトム・メシェリーらが脇を固めるが、ほぼウィルト・チェンバレンのワンマンチームであり、ネイト・サーモンドはまだ期待のルーキーに過ぎず、王者セルティックスに挑むには戦力不足だった。結局イースタン・デビジョン時代と状況は変わっておらず、 チェンバレン率いるウォリアーズはまたもやセルティックスの前に敗退し、セルティックスの連覇記録がまた一つ更新されることとなった。ありがとうございます。